シワ改善美容液とね、このシミ改善美容液似てるんですけど、硬さが全然違ってて、保湿、肌荒れ改善、毛穴ケア、ニキビケア、ハリ弾力、紫外線防止、これらの効果をもたらします。動画を最後まで見ると美容液の正しい使い方、得られる効果、そして選び方などが分かるようになります。はい、というわけです。今回の美容液の全てをお話します。なお今回の動画は僕の実体験およびこちらの日本化粧品協会のテキストをもとに動画を作っています。とってもいい本なんですけど、やや専門的なことも書かれているので、その中から皆さんが知りたいであろうことを厳選しています。短時間で美容液の知っておくべきことを理解できるかと思います。ちなみにまだメンズスキンケアの基本1っていう僕の動画を見てない方は先にそちらをねご覧ください。今回の動画の理解度が上がりますから。はい、さてそれでは本題です。まずは美容液って何なのっていうところからですね。美容液っていうのはイコール予防ですね。予防です。例えばこんな感じで様々な肌の悩みに関して効果を得ることができます。はい、美容液の分類ですね、化粧品検定対策テキストより引用してます。肌悩み別、部位別、用途別の3つがありますね。でまずは保湿美容液、肌荒れ改善美容液、毛穴ケア美容液、アクネケア、これニキビですね。で美白というのはシミに効く美容液ですね。この肌の悩み別のものですね。で部位別の方は目元用美容液、首用美容液、スポット用美容液といろんな部位に使える美容液を書いてますね。で用途別の方は、はい、導入美容液、化粧下地タイプ美容液、紫外線防止タイプ美容液、このようなね用途に合わせて使う美容液もあります。目的に合わせた美容液を選んで買う必要があるってことですよ。これ見てくださってる方ってほとんどメンズの方だと思うんですけど、例えば東急ハンズとかロフトとか、まあそういうね、メンズスキンケアのコーナーとかに行った時に、なんかなんとなく買うんじゃなくて、自分の肌の悩みで、例えばニキビとかだったらニキビ用の美容液とか、そういう目的別に買わなければいけません。そういう意識でね、買いに行ってください。じゃあちなみにね、なんでこんな効果を美容液を得ることができるのっていうと、美容液っていうのは訴求成分、別名美容成分を多く含んだスキンケア化粧品だからです。そもそもスキンケア商品っていうのは、その全てどれもが3つの成分に分かれてるんですね。これ化粧水とか乳液も同じです。で美容液っていうのはこの中の訴求成分が多く配合されたものなんですよ。さてここからは実際に使ってみたら出てくるであろう疑問っていうものをね、 Q&A 形式でお伝えしていきましょう。クエスチョン1、美容液って1個だけしか使わないの？そんなことないですよ。美容研は多い時だと4個とか使ってました。1回のスキンケアで4個使ってました。え、じゃあ美容液の順番ってどうなるの？スキンケアの動画の1を見た方はわかると思うんですけど、化粧水をやって、その後美容液をやって、その後乳液をやるみたいなね、僕そんな順番でねお伝えしていたと思うんですね。じゃあ美容液ってあって、その美容液に何個もあったらどうすんのっていう話ですね。これ実はね、美容液の順番まずポイント3つあります。で1つ目、根幹を揺るがすような話なんですけど、化粧水の後に美容液使わないケースもあります。例えば導入美容液って言われるもの、これはね化粧水を塗る前にやるんだよね。洗顔終わってお風呂から上がって、まず最初につける美容液、これ導入美容液って言うんだけども、肌をね柔らかくするような作用があって、それを塗るとね化粧水の浸透がまで通りやすくなる。まあね、正直化粧水浸透しないんだけど、まあそういう風に言われてます。でこれね、どうやったらじゃあその順番でわかるのっていうの、基本的にはね、買った時にパッケージの裏とかに書いてあります。その順番を守ってやってくださいね。あとはね、形状によって順番を変える場合もあります。ローション状、ジェル状、乳液状、クリーム状、こんな感じかな。まあ、要するに水分が多い方からこうだんだん油分が多い順番に、油分が多いものであればあるほど後ろの方使いましょうっていう考え方ですね。これはね、この化粧品検定の本とかに書いてある使い方ですね。であとはね、僕ね、この百貨店に行った時にビューティーアドバイザーさんから言われたのがあって、自分の肌の悩みが不快順に使ってって言われたんですよ。例えばね、シワ改善美容液、シワの悩みが気になるなっつったら、まずシワを塗る、その次にシミを塗るとかね、化粧品検定に書かれてる内容とはちょっと違ってきちゃうんですけど、正直どれがいいかというのはね、わかんない部分はあるんで、こうだって決めつけずにね、何回か試しながらやってみるといいかなというふうに思います。 Q さん、メンズ専用美容液ってあるの？これね、あります。さっきも言ったように、東急ハンズとかロフトとかに僕実際行って確かめてみたんです。ああいうところ行くと、まずメンズスキンケアというコーナーがあるんですよね。ただね、メンズスキンケアのやつはあんまり使ったことないです。正直ね。なぜかというと、なんだろうな、メンズスキンケアって、なんかやったらブランド志向なんですよ。かっこいいみたいな。ちょっと高いみたいな。で、おそらくなんですけど、まだメンズスキンケアの美容が流行ってないから、ちょっとお金持ってそうな人がいいものつけてるよ。俺なんか美容に気使ってるぜっていうので、余裕がある人というか、富裕層向けだから、そういう
ういう売り方をしてるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと感じました。だからね、パッケージとか見ても、これ何なの、これ何に効くのっていうのを書いてないんですよ、きちんと。ドラッグストアでコスメ商品見たら、すごいいっぱい書いてあるわけですよ。これはコラーゲンが配合されてて、なんとかかんとかとか。で、まあそういうの見るから、あ、なんか肌に良さそうだなと思って買うんですけど、メンズの場合は、そういうの書かれてなくて、もうなんかもうめっちゃかっこいい、ソニーのバイオとかね、iPhone とかね、そういう感じの商品がメンズスキンケアのコーナーには僕は多かったように感じたんですね。一度は使ってみようというふうに思ってるんですけれども、女性のものを買う方が正直で分かりやすいと思います。はい、ではこれからね、僕がね、使ったことがある美容液をね、紹介していきます。順番に、バリアリペアナノショットブースター導入美容液。これは、ジェネフィックアドバンスト N 導入美容液。まあ、超有名な導入美容液です。で、これが、ママ&キッズ薬用ホワイトオリゴエッセンスっていう美白美容液です。で、これは、リジホワイトセラム美白美容液ですね。このパーフェクトアクアリーボーテっていう、まあ、美顔器と一緒に買った時にセットでついてきた美容液ですね。はい、で、これが松山の保湿美容液かな、肌を潤す保湿美容液。はい、で、これがコスメデコルテの、シワ改善美容液ですね。で、これがポーラーのホワイトショット SXS。 これはシミ改善美容液ですね。ちなみに一番高いのこのジェネフィックアドバンスね、これ3ヶ月分ぐらいなんですけど2万7000円ぐらいします。めっちゃ高いっす。はい、ということでね、順番に説明していこうと思うんですけど、まず導入美容液からいきましょうかね。導入美容液っていうのは、あの化粧水の前に塗るっていうね、まあ、これだけちょっと異質なんですよ。化粧水、美容液、乳液っていう塗る順番のその間の美容液に入るのが美白美容液、保湿美容液、シワ改善、シミ改善、こちらの美容液ですね。で、この導入美容液は化粧水をこう肌に塗るときにその角質を柔らかくしたりして化粧水が肌に浸透しやすい状態にすると。まあね、本当化粧水なんか肌に浸透しないんだよってね、言ってる人もいるんですけど、まあとりあえずやっぱり使ってみなきゃわからんというので使ってます。ジェネフィックアドバンスとこれめちゃくちゃ気持ちよくていいんですけど、今度これ動画にしますけど、なんか高いからすごい使っていい気分になるんですけど、本当に何がいいのかっていうのはぶっちゃけわかんないんですよ。だから、まあ、これプチプラのね、多分1000円台だったと思うんですけど、安いやつ買って、安いやつとこの高いやつを比べながら、やっぱこっちの方がいいねなのか、実はそんな変わんないんじゃないかみたいなところをね、また検証していこうと思ってるんで、こうご期待です。次に美白美容液なんですけど、まあ美白美容液ってシワじゃないですね、シミですね。まあちょうど僕ハイチオルシーのね動画を出していて、ハイチオルシーで治んなかったんで、じゃあ次は美容液で改善させるかみたいなところでやったんですけど、まあ結論から言うと美容液ではシミはね、そんな改善しないっす。あ、そうだ、まあポーラも一応まあ部分的ではあるんですけど、美白美容液ではないんですけど、あのシミ改善という意味ではこの3つは同じですね。このポーラのホワイトショット SXS も同じです。なんで、まあ、これらを使ってシミが治るかっていうのをやってたんですけど、まあね、アットコスメのレビューとかを見ても薄くなった気がするみたいなね、あの曖昧なね、ものが多いので、本当にね、あのシミってたくさんものすごいいっぱい種類があるんで、まあ、治るシミ、治らないシミ、治るシミっていうか、あのこういう美容液でも少し改善するシミも、まあ、確かにあるにはあるんですよね。ママ&キッズは結構良かったです。だから最後まで使い切ってるんですよね。で、次にこのポーラのホワイトショット SXS なんですけど、まあ、だいぶ使ってます。まあ、後から見せますけど、まあ、結構固めのテクスチャーで、なかなかね、こう、擦り込んでても消えないんですよね。で、こちらのリジホワイトセラムっていうのは、美白美容液なんですけど、これね、実はめちゃくちゃ僕は好きで気に入ってて、保湿美容液の保湿成分もあると思うんですよね。すっごいもちもちなるんですよ。最初にこのパーフェクトアクアリーボーテの MEMS モードっていうね、すごいその浸透を促すようなモードがあるんで、それでプルプルになってるんだろうなって思ったんですけど、これだけ塗った場合の時でも結構肌がいい感じになったんですね。だからこのね、多分美容液自体がすごいいいんだと思います。まあ高いんですけど、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。すごいね、気持ちいいですよこれ。で、これ保湿美容液ですね。まあ僕ね、脂性肌なんですけど、正直混合肌でこの T 字ゾーンのところだけは脂性系で、こっちのね、ほっぺたら辺は乾燥してるんですよ。だからほっぺたのところだけこの保湿美容液とかを塗ったりします。そうするとね、ほっぺたのところね、次の日起きたらプルプルとかになったりするんで、冬とかこれからの時期ね、乾燥も強いので、気になる時にこの保湿美容液をちょこっとね塗ってあげるだけでも、だいぶ次の日の朝はね、違うのかなというところですね。はい、で、このコスメデコルテのシワ改善美容液ですね。僕ね、このおでこのところがね、結構シワ寄るんですよ、あーって。ここのシワを改善したくて買ったんですけど、多分結論から言う
言うと、このシワ改善美容液ではここのは治らないですね。シワの種類もね、3つぐらいあって、正直治る、改善するものもあれば改善しないものもあるんですよ。こういうね、化粧品、スキンケア化粧品では。まあ結構ね、この動画の20代のね、男性が見てくださる方が多いので、あんまりね、シワとかないかもしれないんで、気になる方ちょっとぜひコメントください。このシワ改善のね、シワっていうことに関して聞きたいという人がいたらね、動画作ろうと思いますので。あとはね、それぞれの美容液実際出してみてどんなのかっていうのを比較したいと思います。はい、じゃあまず導入美容液から。ランコムのね、導入美容液はこうやってぐるっと回して、これスポイトみたいな感じになってます。で、これを押すと出てきます。これちょっとドロドロっとした感じですね。一方、この、バリアリペアの、ナノショットブースター、はい、すごい乳液状じゃないですか。はい、っていう風に、まあ、こっちはちょっとジェル状、ローション状なんですけど、こっちは乳液状っていうね、導入美容、同じ導入美容液でも全然見た目違うんですよね。この薬用美白美容液はもうちょっとなくなったんで置いといて、こっちのリージェパーフェクトセラム。これね、パーフェクトアクアリーボーテの僕の動画でも出してるんでね、見てください。これね、いいんですよ。この、ランコムのやつがもうローション状、ちょっと落ちかかってますけど、これが乳液状としたら、これはジェル状って感じですね。リージェホワイトセラムか。で、これがやっぱすごいプルプルになるんでね、結構気に入ってます。もうちょっと見えなくなっちゃってますね。すみません。で、ちょ、もういいや。混ぜちゃえ。はい、コスメデコルテのシワ改善美容液。IP ショットアドバンスト。で、これがポーラのホワイトショット SXS。で、これが松山の保湿美容液ですね。松山の保湿美容液は、はい。なんかね、ちょっと白濁してる、乳液に近いのかな。はい、で、ポーラのホワイトショット SXS は、先がこういう風になっていて、そう、これね、顔にね、そのままつけられるんですよ。はい、これはもう完全クリームタイプですね。ものすごい硬いテクスチャーです。はい、で、今度がコスメデコルテの IP ショットアドバンスト。はい、これもちょっとクリームっぽいですよね。今、ここに出しましたよ、これ。これがIP ショットアドバンストです。シワ改善美容液とね、このシミ改善美容液似てるんですけど、硬さが全然違ってて、こっちのシワの方はね、こうやってすぐ消えましたね。はい、見えなくなりましたよね。でもこっちのシミ改善の方は、ほら、なんか消えないでしょ？なんかね、わかりやすい例で言うと、無比みたいな感じかな。なかなか消えないんですよ。でもちろんこっちのね、保湿美容液は簡単にこう通ります。はい、こんな感じでした。はい、ということでね、美容液についていろいろお話ししてきました。もっともっとね、スキンケアに関する、メンズ美容に関する意識をね、高めていってもらえればというふうに思ってます。それじゃね、バイバイ。で、こういう動画を撮ってほしいとか、ちょっとなんか、この美容液に関して聞きたいんだけどとか、質問とかあったらね、ぜひコメント欄の方にどしどし書いてください。よろしくお願いします。